番車清島、5番車井上重則の動きが注目される準決勝第1レース。コーナー中野がまくる。3番車山口は最後尾から猛烈なまくりで中野と一騎打ちだ。中野逃げ切って1着、山口県竹内里も決勝に進出しました。地元九州勢のリーダー好調をうかがわせる中野浩一。ところ4年連続中野と2人で競輪王を独占している井上重則、本命視されている滝沢正美、打倒九州ラインに燃えています。特別競輪決勝初出場の佐久間茂美、やはりこの2人のコンビというのはそれだけタイトル手に入れやすいコンビなんですか？まあ小倉っていうこともありますね。やっぱり九州勢でなんとかっていう、まあ、周りも結構そう思って走ってる部分があると思うんで、展開的にも結構ね、なんとなくそうなってるんじゃないですか。今回はどうですか？まあそうですね、井上君に任せておきましょうかね。井上さん任されてどうでしょう？まあ去年は自分が優勝して、はい、ね、まあ理想は今年はもう中野さんがね、優勝してもらえばそれが一番いいと思うんですけどね。はい、浅野さんどうでしょう今年は？そうはいかないですよね。
まあ、メンバーいいですね。まあ、あのメンバーが揃ってるとなかなか作戦の方大変だと思うんですが、もう考えられましたね。いいえ。これからですか。はい。どの辺がポイントですか。要するに誰がバック先制しているかで、その時僕らが何番手にいるかだけじゃないですか。滝沢さん、どうですか、今朝は。いいですね。調子いいですか。調子はあれなんですけど、すごく爽やかな朝です。爽やかなところで、あの西ラインなんですが、またいつもの通り、はい、佐々木さん、中野さん、井上さん、はい、乗ってらっしゃいましたね、はい、あちら側はどういった作戦で来ると考えてらっしゃいますか。やっぱり3人まとまってくると思うんですけどね。なんか久しぶりの、僕の方が久しぶりのこういう特別競輪の優勝戦なんで緊張しちゃいますね。あの3人の中でね、やはり滝沢さん一番ポイントといったら誰。そうですね、やっぱり中野さんがね、体調いいし、中野さんのこう動きっていうのはすごく光ってますからね。中野さんを中心とした井上さんと佐々木選手のこう、なんつうかね、あのなんか団結力っていうのはすごく脅威ですね。でも滝沢さんの方も団結は強いんじゃないですか。自分はもう回れる位置回ってですね、チャンスがあればこう仕掛けていきたいっていうあれですから。佐々木さん対しまして、滝沢さんたち東ラインの方はどういう作戦で来るとお考えですか。そうですね、清島さんと滝沢くんも共に強力な先行やだし、まあ、山口さんがね、それに加わって、まあ、強力なラインになるんじゃないですかね。今日の9人のメンバー、かなり豪華ですね。そうですね、こういうメンバーって、まあ、久々じゃないですかね、はい。まあ、そんな中でね、中部の佐久間さん、竹内さんというのは大体東西どちらと考えたらいいですか。まあライン的っていうか、今日の展開だと、まあ、九州ラインの後ろの方になるんじゃないですかね。まあ、ただ東はあれだけ結束している、まあ、九州は九州で結束している、ちょっと心理的に追い込まれるんじゃないかなという心配があるんですが、いかがですか。まあ逆で、まあ、その気楽っていうかね、まあそういう点もありますからね。だから思いっきりできるんじゃないですかね。さあ、いよいよ豪華メンバーが出揃った1985年競輪王決定戦が始まります。レースの鍵を握る中野浩一の動きに注目しましょう。では決勝戦のメンバーをご紹介します。1番車中野浩一福岡、2番車佐々木明彦佐賀、3番車滝沢正光千葉、4番車久畑義和宮城、5番車井上重則佐賀、6番車佐久間重光三重、7番車広島明和東京、8番車竹内久人岐阜、9番車山口健二東京。出がしでも主導権を取りたい九州勢、スタートは5番車井上が取りました。井上は1番車中野を前に入れ、2番車佐々木がその前に入った。鉄壁の九州ライン、こうなると佐々木が機関車役となって九州勢の制止となる作戦か。九州勢の後ろは6番車佐久間、8番車竹内の中部勢、関東勢は4番車姿、3番車滝沢、9番車山口、7番車清島。2周3周と各ラインの腹の探り合いが続きます。ここで3番車滝沢、9番車山口が上がってきた。
番ホール滝沢山口がインキリ去って、これに合わせてすかさず7番車中島が上昇する。一旦引いた九州勢は先頭の佐々木が思い切りよく巻き返しに出た。中野井上を引っ張って逃げる。中部勢もこれに乗った。意表を突かれたか関東勢、外から懸命に追い上げる関東勢。逃げる佐々木はもういっぱいだ。ここで中野が絶好の番手まくりに出た。井上が後ろをがっちりガード。終始中野の後ろで足をためた井上がゴール前、中野を差し切って優勝。見事2年連続競輪王に輝きました。中野2着、3着は佐久間茂光。今後の巻き返しが期待される